コーナー・マッグ・グレッガー、トラッシュトークめっちゃうまいよね。うん。でも、あのー、多分格闘技の最初のトラッシュトークー、The Greatest Mohamed Ali。うん。あのー、彼はもともとトラッシュトークーが下手だったの。普通の選手みたいにインタビューして落ち着いてたの。マジででも、Canadian Pro w r プロレスラー、Gorgeous George というプロレスラーがいて、うん。モハメ a リーは彼を見て、 真似をしたの、うん影響されたの。やっぱりプロレスなんですかね。いったん前。あ、すみません。プロレスラーだったの。で彼はあの悪役だった。ヒールね。ヒール。I'm the greatest。あ、そうなの。僕綺麗でしょ。僕の髪の毛。Gorgeous George。綺麗なジョージっていう。 あのー、名前がついてたの、うん、俺の髪の毛素晴らしいでしょう<ー>誰も勝てないよって言ってゴージャスジョージそうそうそう <laughs> で、モハメラリーはまあみんな彼ね、ブーイングするんだけど、うん、まだね、チケット買ってるじゃんって気づいたの、うん、だからモハメラリーも真似して、うん、I'm the greatest No one could beat me 誰も勝てないぞうん真似してあのみんなが知ってるモハメラリーに変わったのへー プロレスかやっぱり。プロレス。やっぱりプロ,レスプロレスがやっぱり一番上手いね。プロレスって、まあ、プロレスってそれだけだもん。そう、試合はフェイクだもん。みんなフェイクって知ってるし。そう,そうそうそう。でもそのトラッシュトックが面白いからみんな見るわけ、ね。ドラマね。そう。みんな、まあ、ゴージュス・ジョージの場合は負けてほしい。うん,う,んう,んうん。ここにされの見たいからるなるほどね。 あー、uh, でもまあアンチが来るでしょ。うん、うん。で試合はあの格闘技は本物だから、うん、やっぱり傷つくじゃん。ね、うん。だからそういうのをあのそれでもオッケーじゃないとできないね。あの英語でタフスケンって言います。フィックスケンって言います、ね。肌が分厚くないといけない、ね、そうやっぱりそういうのをあのー。 大変ですよ。モハメラリーも気にしてたもん。気にしない人っていないもん。そうだね。気にしない真似しないと。だって気にしない真似をし続けていずれ気にしなくなる。フェイケットユうメイケやりやれるまでもうそのやれるふりをするしかないですよね。 だってなんかわこいつ何て言うのわかんない。この人髪の毛は本当は変だって言って、うん、影響されない人っていないと思う。だからプロレスラーはまあやったことないからわかんないんだけど一応キャラクターでしょ。うん、だから本当は僕こんな人じゃないんだって言えるの。でもファイターは言えないじゃん。そうそうだよね。 で、モハメラリーが試合前のインタビューされてたんだけど、うん、あの何人モハメラリーを見に来るのそして何人相手を見に来るのって聞かれたら100%俺を見に来てる。うん、でも90%は俺が負けるところを見に来てる。<あー> <laughs> なるほどね。そうん、や、so, yeah, トラッシュタッキング。モハメラリー。まあ テクニックもすごかったんですけど、うん、トーキングトークスキルもすごかったですね <laughs> 結局エンターテインメントなので、うんね、あの、この試合を、うん、俺の試合を見に来てくださいだけじゃ来ないじゃん、うん、まあ今はもう時代が過ぎて欲張りなんだよねファンたちだって最初 UFC1 は、うん 喧嘩だけでみんんな見てたじゃそれでもう面白かったのうんでも今は違う時代ですねでも UFC が始まった頃はなんていうのなんかその 90s でしょ、うん、だから1990年90年代だよね、うん、そのカンフー映画とかジェットリーが外国に行ってカンフーでみんなボコボコにして スタイルがキャラクターだったもんもうすでに空手街 VS カンフー街誰が勝つのってなんかいらないじゃん何もトラッシュトークとかこいつ空手やっててで結局充実が全部勝ったんだけどそれがもうキャラクターできてたからでそれを見たかったわけじゃん なんか映画とかでもそういう演出たくさんやってたじゃんないんかこの,あのボディービルやっててうわそれが、ね、ラスボスでしょ筋肉もりもりのボディービルダー UFC 入んなかったね残念なはい入らなかった <laughs> で,も、まあ、でもそういうキャラクターをなんかこのちっちゃい、ね、中国人の,あのジェットリージャッキー・チェーンが来て,ーってハイキックやって KO するわけじゃん最終的にそれ <laughs> まあ、本当に映画に出てくるものを見たかったっていうので UFC1。Yeah. Yeah. ンっっいやいやだけど今はなんかもうそういうの通用しないっていうのがある程度分かってきた時代なので、うん、本当はリアルファイティングですよね今総合格闘技は。うんうん、そうだね。現在本当になんか MMA スタイルっていうのがやっぱり一番強いんだって。 なるじゃんそうだね。たまに、ハビーブとかみたいな怪物が出てきて、完璧レスラーがみんなをボコボコにするっていう、でも結構レアだと思います。基本的にみんな全部できてないと。もう全部できるよね。ハ<う>、まあ、ビーブもストライクンできるし。まあ一応ね。いや <Yeah. S 2>、うん。できる。うん、できると思う、ね。できてるじゃん。まあまあ、コ、まあ、ーナーダウンしたよ。<laughs> <laughs> そう、そうだよね。まあできないとは言えないですね。<laughs> でもまあそのみんな全部できるようになってきたあとねファイター A とファイター B の区別がつくのはそのパーソナリティキャラクターになってきますよね,そうだね。そこのぶつかり合いが一番面白いんじゃないかな。でも最終的に最終的に試合のスタイルスキル試合,の試合で見せるものが必要なんだよね。 最初それでみんなが気づくの、うん、最初喋ってて試合がなんか普通の選手だったら全然つ続けられないっていうか何もないじゃないですか、ね、トークだけだとねそうだからスターは全部、うん、全部揃ったものがスターになるの,あの出て出てこないっていうかなんかあの あんまり出てこない。<laughs> うん、うん、本当にスペシャルな人じゃないと。スペシャル,スペシャルな人間でじゃないと。スターって難しいですよね。全部持ってる人。それはもう,う生まれつきのものですよね。<laughs> yeah. <Like> Floyd。Floyd Mayweather。超ヒールですね。<laughs> フォイン・メイウェイドはもう、いや、特別ですよ。彼みたいな選手はどこにもいない。うん、でも、モハメラ・リーもそうですし、モハメラ・リーもそうですね。コーナー・マク・レガーもそうですし、あの、たまに来るんですよね。5年に一度、10年に一度、なんか。コーナー・マク・まー、あ、コーナー、僕、I、僕、コーナー・マク・レガー好きなんだけど、なんか、コーナー・マク・レガーのめっちゃファンじゃないね。 モハメラリーとフロイド・メイウェダーの一緒の、uh, 同じスターレベルではない、uh, と僕はまだ考えてるしまだ元気中だし活躍中だしん、uh, でそう思うのんでそう思うなんかだってモハメラリーとフロイド・メイウェって世界的に like, どこ行っても知ってるじゃんコーナーも 世界的に有名ですよ。アフリカに行ったらカノン知ってるかな。うん。アフリカにいったらフロイド知ってる？知ってるでしょ。そうかな。いや。アリーは絶対知ってる。アリーとタイソン。アリーとタイソンは知ってる。フロイドメイウェルはどうかな。まあまあそうだね。うん。But あの総合格闘技があるところはカノンメイウェル知ってますよ。そう MMA。 を知ってる人はカルーンマ・グレーガー知ってるしフロイドと試合したからうんめっちゃ有名になったと思う、うん、なるほどねいや、yeah. 残念ながら <laughs> <laughs> ナスカーテン氏 <laughs> フロイドは <laughs> そううまくいかなかったねああまあ <laughs> あの最近 Ryzen の,の YouTube チャンネルであの動画っていうか試合アップしたよね、うん、コメント全部英語で書いてある初めてこんなのあったんだっていう感じでコメントめちゃくちゃ載ってたね<ー>でもあの,あのよかったんじゃないまあね世界ねメイウェザーと戦うだけであれですもんそうだね うん、スペシャルですもん。メイウェザーと試合をできるだけで結構貴重だと思います。ただ僕あのなんかその,そのプロモーションのやり方があのハードル高すぎたと思うんですよ。<laughs> メイウェザーをぶっ飛ばせって。ああやったね。あそうそうそう。だから、うん、なんか、 こんなヒール役をぶっ飛ばすだからあのメイウェザー VS パキアオとかあのー、そういうプロモーションのやり方じゃないですかこいつなんかこのヒール役ぶっ飛ばせ、うん、ディフェンスだけでなんかなんかうざい戦い方するやつもう負けてほしいそれをただコピーしてペーストしたいや何考えてたんだろうねア n ノーだってメイウェザーに勝てない。 勝てないに決まってるじゃん決まってる,ってるそうだからあの勝てないんだけど頑張れ天心の方が良かったと思うなんかこのフルストーリーがわかんないのが気になるな今話してるって考えてみるとフルストーリー多分 <laughs> 例えばど,<た>どういうことなんか最初もともとこういうなんかライゼンでみんなの前でやるあのエクスペディションではなかったんじゃない、うん なんかフロイドが言った通りなんか小さいなんかイベントですごいお金持ちが見れるショーでやるつもりがなん,な,なんでかこんなメガイベントになってそれでももともとこのライズンでみんなの前でこういうエクスペディションフロイド vs. テンシンをやろうと思ってたの。 まあどうかなライゼンで戦ってくれますかってメイウェザーに言ってメイウェザーが勝手に勘違いしたんじゃないああうんそうなんかバックストーリーがあるだってメイウェザー選手メイウェザープロモーションって絶対ライゼンのこと知らないもん知らないよねだってボクシング界だもんボクシング試合なんかしないじゃんライゼンってボクシングと無関係じゃんいやかなりそうだね でしょだから、おお、ライゼンって何えがわかんない。なんか、なんか、日本のかわかんない格闘技団体。うんメイウェザー来るから、おお、じゃあ、チケットをバカ高く売って、金持ちだけ見れるやつのかなと思って、日本に来て、え、何これって,うんってなったんじゃないそっか。まあ、わかんないけど、フルストーリーは実際わかんないけど、いろいろ変なやり取りをして、うん、で、 まあメイウェザー多分天津みたいおーオーケーエクスペーションマッチ KO できる <laughs> に決まってるじゃんちっちゃいしうんどれくらいの体重なのあーそれおーオーケー3ラウンドオーケートレーニングしなくていい不思議なーー不思議な出来事ですよでなんか <laughs> で給料いくらなのあ10億円オーケー,オー,ケーじゃあやろっか <laughs> 本当に不思議 <laughs> で <laughs> ねなんか名ザーぶっ飛ばせになっちゃったのがうん、うん、そこがちょっとわかんない本当に天心が名ザーをぶっ飛ばせるって思ってた人は思ってたいるよいると思います、うん、次パート2で朝倉みくる versus 名技 <laughs> <laughs> でも朝倉みくるが何とか KO されなければ 今度勝ちじゃん。勝ちだよ。うん、無理だよ。無理,無理だよ。無理。<No. S 2> あのー、いや、w h a thinking。うん。だから、なんか、うん、なんか考えてなくて、ノリで。でも、なんかわかるよ。あのー、It's a pro のやり方なんですよ。うん、やり方は間違ってないと思うんですよ。ただ、リアルファイティングですから、プロレス,スラー呼べばよかったじゃん。 結果,結果がさ、わかんないじゃん。<laughs> まあね。プロレスリングと違って。だからやっぱり違うプロモーションの仕方をちょっと検討しないといけないんじゃないかなって思いましたね、僕は見てから。あの試合、なんで YouTube チャンネルにアップしたんだろう天津 VS メイウさん。いや。なんでなんでアップしないの一番大きい試合じゃん。 まあ <laughs> そうだそっかメーザーの名前だけで <laughs> ねえうーんまあそうだねそうライゼンのことわかる人が多かったからわかんない何が悪いのそれでなんかもう使わなんか冗談みたいな試合だからうーん うん、だからアップしなかった方がよかったわかんないなんでアップしたのかって考えてるそれは再生回数再生回数が欲しいからそれだけ <laughs> そのための考えがちょっと小さいなでもさあのメイウェザーがせっかく来たんだから、うん、なんか使わないとじゃんそれはまあそっか、うん、そ,うそういうことねうんまあどこのターゲットあの オーディエンスをターゲットしてたのか。まあ広めたいよね世界に。うん誰もまあねあのー、どんな団体もどんどんファンを広げて、あファンを増やして知名度をねを増やして広げてそれが目的じゃん。まあそうでね基本的に次のイベントにもっと あのー、再生回数が欲しいもっとお客さんが入ってきて欲しい、うん、それがもっとスポンサーにつながって、うん、テレビに出せるかもしれない、うん、ねすごいうまくいったら、うん、誰でもそれが欲しいと思うまあそうだねでも人は何人見るんだけどなん,か <laughs> なんか印象あんまりどうなんだろう わかかんんなないなんかすごいいい試合でもなかったから <laughs> うん、うん、た,ただメイウェザーがいるじゃんっていう感じ、うん、で日本のみんなはもうみんなしもう覚えてるっていうか知ってるじゃんうんでなんかまあ僕僕から僕はあこういうのこんなことをやっちゃったんだってまたお思い出しただけ <laughs> ああ<ー> <laughs> でもさ、俺たちの今そのことについて話して,話してるよね。<う>でもいいことあんまり言ってないよ <laughs> <laughs> 悪いけど。Oh, oh, <laughs> あのー、how many views?100 僕が見たときは1.5 million、150万,150万。でもいいじゃん。まあね、150万のうち50万新しい人来ラに見たかもしれない。そうだね。 でもあの印象的にそんなに悪くないと思うよ。うライゼンはメイウェザーを呼べるほどの団体だったんだって。まあそれもあるね。うん。まあオッケー。そういうことにしよう。うん。いや <laughs>、多分、まあそれくらいだよね。<laughs> うん。で、みんなメイウェザーに来てほしいじゃん。うん。まあね、ライゼンはできた。まあね。うん。 多分あ、が、oh、またこの話、続く、長く続くな。あのー、<laughs> コーナー v e r s メイウィザみたいなようなものを作りたかったんじゃないあ,あ、絶対それだよ。でも、転身はコーナーではありません。うん、転身は、あのー、<laughs> 170ポンドじゃないです。<laughs> <laughs> 体のサイズも違うし、<laughs> あのー、oh、<my> 経験も違うし、 あのー、こなんて言うんでしょうコ、あのーナーの方がもっと accomplished athlete って言いましょう。うん、それくらい <So, S 1> あのー、accomplished athlete もっとなんて言うんでしょう just, just more of an athlete. <も> I mean, サイズもそうなんだけどサイズもそうだしなんか買ってきたレベルも高い高いよ、ね。うん あの天心選手ももちろんあのすごいいい選手と戦ってるんですけれどもあの not UFC top level. トップレベルじゃないですさ世界に言ってもあのトゥーマッチじゃないと思います、うん、今一番天心天心とタケルはもう5年前やるべきだった <laughs> <laughs> 5年前3年前 2>,、うん、2年前 2>、うん、あの 絶対次の選手もいたもんその後うん天心たけるはよかった,よかったよ、ね、天心たけるを見て今年今年 e v e r ever だよ n e v ever r e 今年 or n e りねばでもやんないよやんないと思うやんない、うん、もうここでやんだってトークとか 噂とか聞か聞ないもんまああのコロナの影響であんまり何もまあ格闘技は動いてないけどね、うん no. うんうん何も動いてないですね、うん、過去3か月くらいは、うん、でもあし、まあそうだねちょうどなんか動きそうな時に、うん、なんかコロナがコロナが入って COVID-19 COVID が入って COVID-19 パンチ u す結構めちゃくちゃになりましたねいろいろ、うんうん うん、UFC もコナ,ナーじゃなくてハビーブとトニーもダメになったし、うん、<laughs> あのでもやんないと思う K1、うん、のの Ryzen その会社の、まあ、Ryzen は分かんないけれどもあの K1 特にの,あのビジネスのやり方を歴史うん 今までやってきたことを見るとやんないと思います、うん、あの武井選手の引退試合多分メイビーでもなんで天心にするのそしたら k 1のファイターにすればいいじゃん<川>例えば江川選手江川になっちゃうねそう次のスターが必要だからうん、うん、そう考えてみるとね まあみんな自分の団体が大きくなってほしいのでそれは無理もないですよねうんで、うんうん、本当ほんとになんか日本もなんかあの WBSS みたいなやつやってほしいですよキックでいやあのキックのオンリーホープだと思います最後の希望キ<ッ>クそれが、うん、希望ある,ああるんだ じゃそれだよ。それだよ。それだよ。ね団体全部のチャンピオン連れてこい。誰が一番強いのか。うん。一年、二年に一回でもいい。うん。で、それをわかんない、ジャパンキックボクシング。で、見ると世界に行きますよ。そうだよね。そう。Brothers, I mean, that's really that. それは K1 だった。それは K1 マックそうそうそう。 ブワカオアンディ・サウル・マサト<う>マイク・サン・ビーディーズ・ト、うん <laughs> うん、ラゴみんないたもんニキー・ホウツケもいたわお <laughs>、wow、ねえいやそうなんですよねでも結局なんか日本の団体になってしまう <It 's S 1>、ね、今は完全に日本の団体でも選手多いですよ K1 すごくうんまあねでもあ,あのキックだけでもワンに 取られるよね。ああ、そう思いますか、ね。いや <Yeah. S 2> うん。キックボクシング。だって、キック、元もとも外人も K1 でやってた外人がワンチャンピオンに出てるもん。うん。それはワワン、ワンに, 1> 1に外人もワンの方に行きたがると思います。いや。うん。で、

あ、そうない <Right? S 2> なんで言わなかったの?。だから、このの話で、オープンしたじゃん。でも、トラッシュターキングは、この、oh.。ワーセン。ああ。噂ありますね。アンデウソン、シルバー。シルバ。アンデウソン、シルバ。ゴもう40過ぎてる?。過ぎてます、ね、と思います。the goat。って言われてますね。アンデウソン、シルバが初めて、U. F. C. に来た時も、みんなをボコボコ ko にして。うん、あの。 見たことないその当時ね見たことない技を使いましたねアリーみたいな <laughs> やり方であの一回 UFC でなんかジークンロカンフー空手みたいな全部レスリングに潰されてしまったんですよ<ー>レスリングと充実ねそんなのやっぱりうまくいかないんだっていう認識だったんですよやっぱりボクシングとレスリング、うん ボクシングレスリングスタイルがもう、うん、なっちゃってでアンデルソン・ソーバーが来てあの顔に前蹴りとか飛び膝とか、うん、パンチか,あかわしてバーンってカウンター、うん、当てたりとかし始めてこの人何なんだやっぱりこういうのうまくいくんだっていうのを、うん、あの見せたのですごい歴史的なファイター。 Uh, ね、アンデルセン・セルバーはあのジュジツ強かったよ。黒帯、うん、強かった。ジャン・ヘンデルセンもチョークで勝ったし、うんうん、レスラーよくあのチョーク、トライアングルチョーク、トライアングルとか勝ってるじゃん。はい。サ年に。でも一番知られてるのはの派手な慶応勝利です。まあそうそうそう、立ち技だったよね。うん、それでなんか、うわあ、なんなんだって。 初めてのマイゲリ・ケしたもん UFC で。カワニマイゲリ・ケそう顔にのああそうそうそれ、そ,<う>それからみんな真似し始めて、マネ。そうそう。Who was it? ああ誰だってっ。Vitor Ralph。Vitor。Vitor、プリス、プリー・ TRT。<laughs> <laughs> TRT の前のノビ。そうそう。それから、TRT、Vitor に。変身したんだよね。ああそう。だ。僕たちの、メインチャンネルで、ステロイドの。 動画あるのででそこでちょっと説明してますね <Yes. S 1> Anyway、so, McGregor がアン s o n s i l バーと戦いたいということえ逆じゃないアン s o n s i l バーが Conor m c g と戦いたいと戦いた。ああ、そうだね。Conor m c g r e g がオッケーした。オッケー。なんか100、175パウンドのキャッチウェイと、6 1 7 7 7 6 5 5そのあたり。うん。ちょっとキロに帰るとどど。 どれくらいなの？七十かな？百七七十。No no no no。ウェルターが百七十パウンドでしょ？うん。だからウェルターよりちょっと上、そうさウェルターミドルの間間でも、うん、もうちょっとウェルターの方に寄ってるから、何 p e r c e わりと痩せないといけない。うん、肩の目薬はちょっとちょっとつけないといけない。うん、それまあ実現するかどうかはまた。 別の動画にしときまして、うんあのー、勝つとしたら誰があーコーカナ,ナーが勝つアナーさんそって最後試合したのはいつもう二年一年二年前誰でしたっけイズラルでしょイズラルアドサニアですよね一年半もしかしたら二年前じゃないですか、うんうん、ちょっとどうなんだろうあの試合でもまあ よく動けたのは覚えてるよく動け,動けてましたようん、うん、あのー、ちょっとなんかチェスマッチみたいな試合でしたねあのー、でイズロアデサニアがあのー、なんかボコボコにした時、うん、もう見えたと思うんですけど後でインタビューでイズロアンデサニアいやそれ当たってないんですよま,、ね、<laughs> まあ当たったのが触れた時になんかブッて威力を殺してるんですアンデスンがああ<ー> であのー、イズロアデサンニアによるとそれで力んでよし今度こそってなるときにバンって KO される<ー>アンデルセンは非常に賢い選手だって、うん、褒めてましたね、うんあのー、でもいやイズロアデサンニアに KO されなかっただけですごいよねかなりの立ち技あると思います、うん、そうだ立ち技ファイトになるよね、うん カーナメクラグレと戦おうとしたら、うん、カーナーは KO できるあ,あ KO ああどうなんだろうね<な>どうなんだろうねメインイベントになるでしょ、まあ、絶対そし,そしたら5ラウンドでしょカーナーは毎回メインイベントですよ <laughs> そしたら5ラウンドです5ラウンドか5分5ラウンドアンダーセンが都心に影響されてなければ、うん、全然面白い試合になるんじゃない、うん パワーはありますよ。アンドシステムオブパワーはありますよ。うん、でも割とスピードを頼りにして戦ってたよね。うん、そうですね。そういうスタイルで戦ってました。も、うんだからスピードもついてればうん。彼にでも勝ててもおかしくないと思います。お<ー>割とやりづらいスタイルだと思います。あのーにとって。 アンデルセン・ソーバー。お互いなんかカウンターが好きじゃないですか。あまりなんかそういう爆発的な試合にならないと思います。ななななでもそれはコーナーがリスクを取るのか取らないかによるアンデルセンは取らないのもう知ってるんで。コーナーは取りますと思います。攻撃すると思いますよ。うんうん そうだね、それ sort of コーネは普通そうやりますよね。前に出て。前に出てやりますよね。でも、うん、リーチ的にも負けます、負けてるよね、今回は。うん。うん、だから、いつものも長い前蹴りとかは、もうちょっと難しいかもしれない。はい。うん、うん。じゃあ、パーセンテージ。パーセンテージか。パーセンテージを言って。難しいこと聞くな。だって、アンダーソンズ。 最近試合したらなんか言えるんだけど、じゃあイスラエルと戦ったアンダーソンと、まあそういうしかないですよね。それともなんか時間かなり時間が経ってるからそれを考えて答えるか考えてじゃあコナーだね、コナー7 0 7 3 0いや全く分かんない。ン、判定、KO、判定。

ッケー、3十、三十、アンダーセン皆さんの意見を <laughs> あのコメント欄にぜひお知らせくださいえっ、ー、とファミリータイムニュースちょっとあのお休みしてたんですけれども <'re> back. こ,れ、SP、これからもこれからもえっ、ー、と、ね、格闘技エンターテインメントという形で皆さんにいろいろなトピックスを紹介していきたいと思いますので そのいいねボタンと登録ボタンをスマッシュしてください <Yes. S 1> 最後まで見てくれてどうもありがとうございます We'll see you again soon バイ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 